武漢頑張れ頑張れ頑張れ武漢。全世界で新型コロナウイルスの感染者が大変増えておって、もうすでにこの問題は中国だけの問題ではなくて対岸の火事ではないのでございます。私たちは2011年に日本を襲った東日本大震災の際に、中国の皆様方から多くのご支援をいただいたことを決して忘れてはおりません。今中国では医療用の物資が欠乏して、現場の医療スタッフすら満足な衛生環境が整っていないというふうにも伺っておりまして、とてもそのことを心配をしております。私どもとしても引き続いて各方面への支援を呼びかけて対応させていただきたいと思っております。先日日本から中国に届けられました物資にこのような言葉が書かれていたそうです。春川 EU フェンユエトンティエン、この言葉はこれは別の異なる場所に暮らしておりましても自然を通してつながっているんだということでございまして、唐の時代に鑑真和上が日本の皇室の方から贈られた袈裟に刺繍されたこの言葉に感銘を受けて日本行きを決意したというふうに伝え聞いております。私はこの言葉を武漢、そして湖北省、そして中国全般にわたって危機に直面をして、そして危機に対して心強く大変強く立ち向かっておられます全ての中国の友人の皆さん、そして運命共同体でございますので、全ての人々に対して送りたいと思っています。